えー、河野さんは、センターと二次試験はどのように分けて対策していましたかまた、共通テストの勉強法についてご教授いただけると嬉しいです。また、えー、河野さんおすすめの休憩は何ですかえー、まあ僕は、えー共、共通テストというか、センター試験の勉強はしてません。はい。えー、分けて対策してたかって言われたら、してなかったんですよね。もう結局、二次試験の問題をちゃんと解けるようになったら、センターって自動的に解けるんですよ。あの <laughs>、 こんなこと言ったらあれですけど、東大の数学が解けてセンターの数学解けませんって言ってる人見たことないし、それは他の科目でもしかりなんですよね。だから、ちゃんと二次試験に向けて勉強していって、それに合わせてやっていけば、あとは共通テストの直前1ヶ月、2ヶ月ぐらいの間に、ああ、ちょっと時間配分だったり。 あるいはちょっと共通テスト独特のまあ知識問題とか科学とかあるんですよね。2時では出されにくいけど1時ではありがちな典型的な話とか。まあそういったね、えところは、あの、共通テスト前にバーって確認すればいいだけの話で、あの、ぶっちゃけ、あの、それまでは本当に2時に向けてね、しっかりと勉強してもらえればいいと思います。はい。おすすめの休憩は僕は、あの、曲聴いて、 大音量で聞くことです。<はい S 1> <laughs>